天使金料区は、雪香里里によるファンタジー漫画作品。単行本全20巻、文庫版全10巻、花と夢にて1994年15号から2000年22号まで連載されていた。主人公とヒロインとの禁じられた恋を主題にしているが、異世界における天使や悪魔たちの攻防、心理を重厚に描き、ダークファンタジーとして昇華されている。 ドラマ CD 及び OVA でも展開されている。海外でも非常に評価は高く、世界中で売り上げを伸ばした。日本での発行部数については、1998年時点の情報によれば、原作だけで600万部、2001年時点の情報によれば単行本、全20巻を合わせた場合800万部を突破したとされている。地球の上には7層からなる展開。 下には七層からなる地獄が存在するとされる。物語は、地球から始まり、死後の魂が集まる世界の星誘拐、地獄、展開へと展開していく。還元項目主人公、武道刹那は、実枚、武道サラを愛してしまっている16歳の少年。ある日刹那は、地獄からやってきた、邪気、旧雷と、白く音に、女が天使、 アレクシエルの生まれ変わりだと告げられる。同じ頃、無期天使、ロシエル復活のためにその中心、カタンがばらまいた CD ロム、天使金猟区でサラの友人、佐柄木緑鈴は、変貌を遂げ、操られるままに、刹那の周囲の人間、加藤ゆえなどを従え、刹那たちを追い詰めてゆく。自らの宿命やサラへの禁断の愛に悩み、ついには手首を切って、 自殺を図る刹那だが、神父姿で地上に忍んでいた天使、ザフィケルに悟される。刹那たちの母親も二人を引き離そうとするが、先輩、キラサクヤの支えでとうとう結ばれた刹那と、サラだったがその矢先、サラは、ロシエルに利用された女天使、キリエによって殺されてしまう。その瞬間、刹那は、絶望から、アレクシエルの勇気天使の力を覚醒。 しかし力が暴走してしまい、聖印者、アダム・カダモンの時間魔術により、時間を止められた地球は過労死で破滅を免れた。衝撃に巻き込まれたロシエルの手下、キリエと、それを助けようとしたカタンも消滅しかけるが、ロシエルは、カタンだけは見捨てられず、チップを用いて再生させようとする。地球の復活と、まずは、サラの蘇生のため、旧雷たちの協力で、 歌死状態となった刹那は死者の魂が集まる星誘拐へ旅立つ。そこで自らが殺した加藤の先導でサラの魂を探すうち、さらにウリ二つの少女、ドールや地獄門鍵、モリとウリエルとも戦い正気に戻した刹那だが、サラの魂がウリエルの元に一時保管されていたこと、すでに天界に連れ去られた後であったことを知らされる。 また、ドールとの戦いで消滅しかけていた加藤を、刹那は、剣族として蘇らせた。一方、炎の祭壇では、刹那の魂と肉体を結んでいた伝説の魔剣、七四方並玉剣が、双子の邪気の少年、ボイスにより抜かれてしまったために、肉体が死んだ刹那は帰還できなくなってしまう。ひとまず生還への道をたどった刹那の魂が、たどり着いた先は、 ゲヘナに保管されていた、アレクシエルの肉体だった。そんな刹那の肉体の蘇生で途方に暮れる一行の、前に、怒れ帽シ屋を自称する悪魔、ベリアルが現れ、旧雷に、反言の飛躍と引き換えに、地獄の魔王、ルシファーへの腰入れを持ちかける。一大決心で地獄の仮想へ赴いた旧雷だったが、すべては七君主の一人でもあった、ベリアルの陰謀で、 飛躍は偽物であり、ルシファーに嫁ぐのは諸女を生けにに捧げる儀式であった。直後に起きたボイスの殺害から、腰入れに不信を抱いた刹那は旧雷を止めようと、実は、ベリアルのスパイであった、シラクオンとボイスの姉、ノイズを伴って地獄へ向かう。そこで目にしたのは、キラとウリ二つの顔をした、ルシファーの魂のない巨体と、抜け殻では支えきれずに、 儀式で過労じて保とうとする、崩落寸前の地獄の姿だった。アスモデウスたちの協力と地獄の混乱に乗じて、旧雷を救出する刹那。そしてシラクオ音は、ベリアルを裏切って、自らを生贄にすることで、地獄の崩壊を食い止めるのだった。その頃、天界ではサラが大視天使長、メタトロンにより、 その最小の白き天使、セボフタルタの針が引き抜かれた、追天使、ジブリールの肉体で目覚めていた。サラはそこで知り合った風天使、ラファエルの協力で、本来のジブリールとしての能力と合わせ、刹那の肉体を蘇らせる。だが天界からの逃亡の機会を逃し、実刑と通じた罪を問われる、天界裁判により幽閉されてしまう。さらに、 そこで、メタトロンの双子の弟、サンダルフォンの襲撃を受け、操られたサラは、残殺を繰り広げながら、新世界へと消えた。こうしてセツナは、サラを取り戻し、地球崩壊を食い止めるために、ザフィケルの伏線、ラジエル率いる天界の反乱組織、世界の魂や七君主率いる、地獄軍と共に、始皇点の神の塔へと向かう。 天使や悪魔の設定はあくまでこの物語における独特なものであり、一般のものとは大きく異なる。登場人物の多くは前世に立ち返るなどで時に別人となり、生死や性別の曖昧な複雑に絡み合った状態となっている。概念も独自であるが、それがこの漫画の特徴でもある。七君主現在は死天使最高会が実験を握っている。また、 それぞれの階級ごとに天使長がおり、他の天使を絶対的な権力で支配している。物語開始時の最高指導者は、表向きは大使天使長であるメタトロン。2000年に全3巻が発売された。媒体は DVD、VHS、ドラマ CD 物質改編のサウンドトラック。天使金力、ドラマアルバム、物質改編1、七瀬光。 黒より姉妹、廃盤。CD ジャーナル。2011年5月22日閲覧。ドラマ CD、天使金良区申請改編マイナス1、聖マリン部、CD、楽天市場。2013年3月3日閲覧。原作コミックス全20巻での発行部数が800万部を超え、2001年6月には、 ファンタイ望の豪華限定ボックスセットが発売された。ありがとうございます。